わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学の現役大学院生が起業してバイオベンチャーを指導した株式会社 B&A を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学の中にある P&A のオフィスじゃ。この人が代表を務める中畑さん。何でもまだ大学院生ということじゃが。私は現在崇城大学大学院の応用生命科学専攻修士課程に在学しています。昨年の12月に崇城大学の独自のファンドである崇城スタートアップラボ株式会社から出資を受け、昨年12月に株式会社 P&A を立ち上げました。私はもともと崇城大学の入学当初からアントレプレナーシップラボに入部して、この中で自分の地元の鹿児島の地方創生ビジネスプランだったり、高校生に向けたビジネスプランを立ち上げを経験してきました。その中で私は自分が今学んでいる応用生命科学の分野で学んだことと企業部で学んだ知識を生かして起業したいという思いが芽生え始めて、自分の研究室の先輩と企業部の先輩の両方の先輩であるある女性の方から P&A の活動に参加してみないかということを誘われ、 P&A のビジネスに携わったのがきっかけです。学生で起業とはすごいの。どんな事業内容なんじゃ。株式会社 P&A のビジョンは、被災藻類の安定生産と生産技術の向上を提供し、サステナブルな社会を提供するというビジョンになっています。その中で P&A は微細藻類と言われる植物プランクトンである微細藻類を微細藻類活性化剤アルジパワーという商品を用いて安定的に生産することができる、この商品を販売するバイオビジネスになっています。その原材料というのが、自分が所属している宮坂研究室の光合成細菌という微生物になるんですけど、その光合成細菌というのは宮坂教授が、独自の株も研究室で持っているので、そこはかなり強みかなというふうに考えています。実際微細藻類というものは天然色素だったり健康食品だったり、現在ではバイオ燃料の活用が進められています。微細藻類というのは屋外での大量培養が主流になっていて、その中の課題としてやはり屋外なので天候、温度や日照などの影響により微細藻類がうまく育ちにくいという課題がもともと多くありました。東北の地域だったり九州の地域だと気温とかも全く違って、やっぱ育ち方も全然違うので、アルジパワーの効果が結構いろいろ変わってくるので、私たちはカスタマイズって言っているんですが、その天候や地域に合わせた濃度だったり中の栄養成分などを変えて販売することも強みかなと。このアルジパワーを活用して微細藻類の一種である珪藻という植物プランクトンも培養し、こちらを販売するビジネスも行っています。でこの珪藻というものは車エビの水質改善剤になったりアサリの餌となるもので、今海の水産資源が枯渇していく中、アサリだったり車エビだったりやっぱり育ちにくい環境になっているんですが、この珪藻であるピタヤトムウォーターという商品を販売していくことにより、熊本の水産資源もしっかり守っていくことができたらいいなというふうに考えています。ふむふむ、今後の目標はどう考えておるのじゃ。 P&A のもともとのミッションが、今後世の中で絶対必要になってくるものだと思うので、微細藻類というものを世の中に多く発信していき、私たちが縁の下の力持ちになってこの事業を進めていきたいというふうに考えています。また珪藻の方ではやっぱり熊本では今アサリが生産量が半減していたり、車エビが地球温暖化の影響で水温が上がったりして育ちにくい環境になっていたりと、熊本の水産資源が危ない状態になっていると自分も感じているので、この珪藻を使って熊本の水産資源を守っていくことがまず第一の目標です。将来的な話にはなりますが、この珪藻を使った水産物を崇城ブランドのアサリだったり車エビだったりを開発していって、崇城大学にも貢献していけたらいいなというふうに考えています。株式会社 P&A 中畑代表のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。